はい、田之内です。2020年4月の2日14時19分、今日のマンダラケ495円プラス3円、新日本建物が247円のマイナスの19円、ブックオフ742円マイナス21円、3期67円のプラス3円、日経平均ですけどマイナス240円、17823円ですね。ニューヨークダウ、973ドルマイナス、こんな中この3期がプラス3円、どういうあれなんでしょうかね。昨日75円まで高値ありましたよね。昨日か一昨日、ブックオフがこの3日間下げてます。620円をそこに一時上げたんですけど、900円まで上げてまた今下げた、160円ぐらい下げてますよね。マンダラケ441円がそこで495円、またちょっと下げてますけど、新日本建物今日244円、今年の安値ですね。コロナ全然収束するっていうあれはないんですけど、この PCG ワクチン臨床試験へっていうことで、オーストラリアでなんかこの新型コロナウイルスに効果があるかどうかで、この PCG ワクチンを臨床試験を開始すると発表してます。でアジアが一般的に感染数が少ないっていうか、まあ毎年1億3000万の子どもに接種されているということで、日本人はほとんど子どもの時からこの結核予防として PCG ワクチンというか PCG やってますよね。で日本の感染者数も少ないし死者も少ないと。でアジア、韓国も少ないですよね。そういうことから効果があるのかなっていうような捉え方ですよね。でヨーロッパやアメリカが結構大変なことになってます。でその中でこのアビガンというこのこれ富士フイルムですかね、富士フイルムの子会社、富山科学かなんかでしたかね、これ今中国で使ってて、患者が発生7日以内の患者に結構効いているっていうような、そういう捉え方なんですよね。なんか中国に日本と中国の、合弁会社ですか、そこで今これ作ってるらしいんですけど、期待高まるアビガン新型コロナ治療薬っていうふうなありますけどね、これで成功してくれるといいんですけど。で安倍さんがマスク2枚配布、2枚だけ配布してどうするんだっていう、そういう意見もたくさん出てますよね。
布マスクだから洗って使えると。でもマスク2枚配布、これ1家庭に2枚ということのようなのか、7人家族で都内に住むパートの女性44歳は我が家に2枚あっても点々点って困るってね。確かにそうですよね。なんか郵便配達っていうか、その方が配布するとかっていうことらしいんですけど、これ決まったのかどうかまだ分かんないですけど、どうなんでしょうね。ただ徐々にマスクって売ってますよね。最近よくツタに行くとツタヤまで売ってますよね。3枚いくらぐらい、1200円とか、ちょっと高いなと思って、個人的に自分は買ってないですけど、うん、結構生産してるんだったらそのうち行き渡るんじゃないかなとか思うんですけど、どうなんでしょうかね。5番も今14時25分あと45分、ん ?35 分で終わるんですけど、新日鉄、新日本建物、マイナス18円、万だらけ495円、プラス3円、ブックオフ746円でマイナス17円、3期プラス67円、結構3期強いですよね。デイトレじゃないとちょっと入れないっていうか、多分これ売買して儲かってる人結構いるんじゃないかな。デイトレで多分儲かってる人多いと思いますよ。順張りで買うか、3期順張りでしょうね、きっと。まあ順張りっていうか、ただいつ落ちるか分かんないんで怖いと思いますけど。あと新日本建物、これも246円でポンと上がって252円、ここで逆張りで買えば儲かるってことなんだけど、またそこから下がってますよね。ただここでこの244円が底打ちになるかどうかっていう一つの見極めだと思うんですけど、やっぱりここでもう一本陽線が出ればちょっと上がりに行くっていう捉え方もできると思うんですけど、マンだらけ、相変わらず商い少ないんでね、441円がそこでしょうか。まあそれに比べれば50円上がってますからね。ブックオフ、ブックオフもこの時なぜこんなに上げてるって不思議ですよね。陽線がずっとこういってここでさらに陰線でこうなって、またこのまま下がって600円台ぐらいになるのか、620円を下げなければそこからやっぱり短期的には買いだとは思いますけど、どうなんでしょう。やっぱり3期、これやっぱり注目の株ですね。ちょっとやっぱり入りたいなっていう気持ちになる銘柄だと思います。日経ダウマイナス251円、あと30分ぐらいで今日は終わりますけど、以上タロジでした。